やあ皆さん、おはようございます。あ、スターリンだ。おはよう、どうしあかり。おはよう、今日も粛清は順調？絶好調だ。ところでどうしよう。君の祖国日本にもかつて、私のように偉大な指導者がいたそうだが。誰？足利義教、という人物だが、ご存知かな？知らない。そうか、では、ぜひとも調べてみてほしい。わかった。何？地震？ドイツ軍の攻撃？落ち着きなさい。この世界は、君の夢の中の世界。この世界に大きな衝撃が走ったということは、現実世界の君が大きな衝撃を受けたということだ。なるほど。そういえば今は、日本史の授業中だった気がする。多分先生が、教科書の角で、頭に一撃を見舞いしてきたんだろうな。それは痛そうだ。しかし、そろそろ目覚めて真面目に授業を受けるのはどうかな？よくないねー。教科書の角をぶつけてもまだ起きないとは。先生、明かりは放っておいて授業進めましょうよ。そう、しましょう。あ。いやー、よく寝た。おはよう、今日もよく寝てたね。今日は変な夢を見た。スターリンが出てきて、足利義教って知ってるか、って聞いてきた。足利義満とか、足利義政ならまだしも、義教って何者？義教、うん。知らないならば解説しよう。足利義教といえば、長い日本史上でも有数の魔王です。魔王といえば信長じゃないの？そうだね。でも信長より150年ほど前の室町時代中期。六代室町将軍足利義教は恐怖政治を敷いて、全国の大名、庶民を支配していたんだ。その治世は、万人恐怖。と呼ばれ、理不尽さで言えば信長以上の魔王であったと思う。スターリンの同類ね。そんな恐怖政治を行う義教だけど、将軍になるまではそうでした。しかも天台座主という比叡山延暦寺のトップです。元お坊さんが恐怖政治をするとは意外ね。にしてもなんで出家している人が将軍になるのさ。それはね、五代将軍が創生したために後継者がいなくて、仕方なく四代将軍義持の弟の中からくじ引きで選んだ結果、義教が選ばれたんだ。それゆえに義教さんは、くじ引き将軍と揶揄されることもありました。それも意外ね。スターリンと同類の人物なら、トロツキーのような対抗勢力との権力闘争を勝ち抜いて、将軍になったのかと思ったけど、そうでもないんだね。むしろ義教は将軍になることを何度も辞退したんだ。それでも諸大名が強く進めるから仕方なく減属し、武士として改めて元服し、昭長2年3月15日、将軍に就任しました。将軍になった義教には、将軍としての手本となる人物がいました。誰だろう？父、義満です。足利義満といえば、金閣の人だね。その通り、義満は、敵対する大名を積極的に粛清して将軍神聖を強化し、室町幕府の黄金期を築き上げた人物です。その義満がしたように、義教も大名を抑制し弱体化させ、相対的に将軍権力を高めようとしました。まず反抗する九州の大友氏、小二氏を、大内盛春、持ち世に討伐させる。これにより大友氏らを服従させ、九州を支配下に置きました。東国では、義教を、くじ引き将軍、と揶揄する鎌倉公方足利持ち氏を討伐し、東国をも支配下に置きました。これらの功績により日本全国を幕府の支配下に置き、幕府の最大半島を築きました。これは父、義満ですらなし得なかったことです。なんかここまでのところ、魔王というよりは普通に優秀な将軍にしか見えないんだけど、そうなんです。義教は普通に優秀な人です。最大半島を築くだけでなく、義満のように朝廷に介入し皇位継承問題を解決したり、官合貿易を復活させるなどして、積極的に将軍権力を高める政策を実行しました。なんだかんだ、世間で言われるよりはいい人でしたってオチかな。いや、世間で言われている通りの魔王です。
先ほどの鎌倉久保足利持氏を討伐した後、持氏は出家して義則に恭順の意を示しましたが、義則は持氏を自害に追い込み、一族は皆殺害しました。容赦がない。同じく魔王と言われる織田信長は、自分に敵対した者、自分を裏切った者、を何度も許せる器量の大きさがありましたが、義則にはそれがありません。一度敵になったら、とことん潰します。それは比叡山延暦寺に対しても同じでした。なんで？なんで？って、なんで？だって延暦寺って、もともと義則がいた場所だって、キーが言ってたじゃん。お世話になった寺じゃないの。義則に言わせれば、逆に自分が世話してやった寺なんだろうね。横暴だ。将軍になる前、天台座主として延暦寺を支配していた義則は、将軍となった後も延暦寺を支配しようとしました。しかし延暦寺としては許せません。平安時代からずっと世俗の権力から支配を受けず、独自の宗教勢力として権勢を振るっていた延暦寺は、将軍義則から支配されるのを嫌い、義則と対立を深めました。義則と対抗するため延暦寺は、豪徒によって自らの主張を押し通します。義則はこれに軍事力を持って対抗。延暦寺を包囲し、門前町の坂本に火を放つなどしました。やはり容赦ない。義則の容赦ない姿勢に屈した延暦寺は、和睦を申し入れます。魔王が和睦を受け入れるとは思えないけどね。実際受け入れるつもりはなかったようです。しかし管領細川持行が、和睦しなければ今日の辞典を焼いて本国に帰る、と強硬に主張したために義則が折れて、和睦することになりました。あれ？普通に和睦して解決しちゃってるじゃん。でもこの和睦は形だけ。義則が心底延暦寺を許すことはありません。義則は和睦の後に、延暦寺の代表者4人を呼び出します。4人は嫌な予感がしたのか、拒否し続けましたが。義則は4人を強引に京に出頭させるとすぐに、首をはねました。どしがたい。この仕打ちに怒り、嘆いた延暦寺の門徒たちは、根本中道に火を放ち焼身自殺しました。その火は、京都の町からもよく見えましたが、義則のせいで延暦寺が焼かれた、などと噂した者は首をはねられました。やはりどしがたい。魔王と言われても仕方ない所業ね。義則の魔王たる振る舞いは、日常の些細なことに対しても同じでした。お酌が下手というだけで、女性を殴りつけ尼にしたり、統計の見物人で道路が塞がれた時は、腹いせに落中の鶏をすべて落外に追放したり、料理がまずいだけで、料理人を処罰したり、といった具合でした。伏見宮、貞房親王の当時の日記では、万人恐怖、言うなかれ、言うなかれ、と義則の知性を表しています。この言葉がすべてを物語ってるね。義則の粛清はまだ続きます。しばし、畠山氏、山梨などの、有力大名の家督相続に強引に介入し、自分の言いなりになる者に家督を相続させ、将軍権力を大いに高めました。しかし、万人恐怖する時勢は急転直下、終わりを迎えます。播磨守護の赤松光助が、有機合戦勝利の祝宴という名目で、義則を辞帝に呼び出し、暗殺しました。柿津の乱です。光助の謀反は、細川氏や山梨などの大名らによって鎮圧されましたが、義則が築き上げた将軍権力は一気に弱まります。後を継いだ七代将軍、足利義勝が幼くして亡くなると、弟義政が八代将軍に就任し、父や祖父のような将軍新政を目指します。しかし、義政は失策を繰り返し将軍権力をさらに弱め、一方で、力をつけた大名たちが、おのおのの利益のために戦い始め、未曾有の戦乱か、今日の都を、ゆっくり焼き尽くす。